コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。皆さんこんばんは。ウィークリーコンビニラジオがスタートいたしました。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかです。本日102回目の放送となります。本日も1時間どうぞお付き合いください。さて、今日からオリンピック開幕ということで、いろいろと、物議というか、いろいろな話題がひっきりなしの東京オリンピックですけれども、今日からスタートということで、今日のお昼ぐらいに、ブルーインパルスのこのなんかイベントをですね、家から見られるということで見たんですよ。かなり遠いところからの確認だったので、ちょっと撮影写真も撮ってみたんですけど、かなりズームして撮らないと綺麗には見えなかったんですけど、でもすごくですね、隊列が全く乱れることなく何回も周回をしていたんですかね。とても美しい姿でした。こういう姿とかを見られるっていうのはすごくいいことだなと思いますし、なんかわちゃわちゃした開幕式というよりも、こういったなんか日本ならではのそういうイベントをね、見ると、みんなの心っていうのもまた変わってくるのかなと思います。なんか日本に来られる選手の方の中で陽性の方がポコ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 出ているということで、すごくここまで来ておきながら、最終的に PCR で陽性の反応が出たということで出場できないという方も多くいらっしゃると聞いてます。いろいろと思うところはあるんですけども、私たちとしてはですね、ここで頑張る選手の皆さんに応援をしていくだけなのかなと、それができる最大のことなのかなという気はいたします。なかなか申し上げにくいテーマにはなってしまってますけれどもね、最終日まで、無事に終わりますようにということで、今日はきっと皆さんオリンピックの話題持ちきりじゃないかなと思いますので、私はちょっと中盤はですね、先週の再放送をさせていただこうと思います。でまた台風6号ですね、沖縄でもかなり近づいていて、今日もずっと雨だったかと思います。私が住んでいる東京はもう本当に梅雨明けの素晴らしいお天気に恵まれてはいたんですけれども、非常に暑い32、3度ぐらいの気温が毎日続いているので、私の近くの病院にはひっきりなしに救急車が通っていて、おそらく熱中症とかで運ばれているのかなと思うとちょっと心苦しいんですけれども、皆さんぜひね、暑い夏ですので、台風だったりとか、台風もね、また関東とか東北方面でちょっと近づいてきているというのもあるんですけども、元気よくね、毎日を過ごしていけるように、皆さんそれぞれ体調管理など十分お気をつけいただきたいと思います。さて、この番組はコンビニラジオということで、コンビニ業界に関わる方やコンビニが大好きな方が聞いていただいて、あ、なるほど、役に立つなと思っていただける情報をお届けする番組です。皆様からのご意見ご感想ご要望をお待ちしております。 FM ギノワンのメールアドレスは 797@fmギノワン.com、 もしくは私コンビニ社労士安さやかのツイッターを検索フォローいただき、そちらに書き込んでいただくか、ダイレクトメッセージでのご送付、もしくはコンクリ株式会社という私の会社のお問い合わせ欄からお問い合わせといただけますと大変嬉しく思います。聞いてくださっている皆様と私の相互理解といいますか、相互的なコミュニケーションでこの番組をもっともっと作っていきたいなと思っていますので、ぜひぜひお待ちしております。この番組は三方よしの未来で見える未来、店舗支援システム絆アルファでおなじみ株式会社 CVS コンシェルの提供でお送りいたします。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。あなたの人生に輝きを、た
たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる。浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンで、あなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか？大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は 892-8688。 安心事前のご相談は葬儀社進化へ。沖縄引越センター、 0120-49-7755 ムービング沖縄で検索。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む、聞く味噌加工を醤油めこぼを、味噌屋が作る味噌シフォンケーキ、八重瀬の夢こぼを。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。はい、では今回はお待たせいたしました、恒例のゲストのご紹介です。もはや準レギュラーと言ってもいいのではないかと思うんですが、有限会社ヒューマンスタイルの千崎正和さんです。はい、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。千崎さん、なんとこのラジオ101回目なんですよ。うわー、なんかの歌なみたいで、おめでとうございます。ありがとうございます。先週実は生放送をやったんですけど、ああそうですよね、そういうの、はいはいはい、まあ、これから月1回生放送やってもいいのかななんて話をねしてたんですけど、どんどん増えてるそうそうそう生放送が、まあ、やっぱり生放送ってね、なんかちょっとライブ感あって面白いですし、はいはい、あとはZoomでやっぱりできるので、うん、それがねすごくいいかななんて思ってるんですよ。確かにね、まあ、生放送じゃないですけど Zoom で収録といえば、私たちも今、はい、7月2日からでしたっけ、3日ですね、あ3日、はい、失礼しました、そう3日の土曜日の11時からですね、はい、ヒューマンスタイルラジオっていうラジオ番組を始めて、はい、もう実は5回目まで収録完了ということで、はいはい、いやすごいなと思いました。なんか私結構これって今音声だけ収録して、はいはい、で後でジングルつけて編集したものを宜野湾さんにお送りしてるんですけど、今回ね、あのヒューマンスタイルラジオの収録仙台で生で収録、生で収録よくわかんない、ね、スタジオでね収録したんですけど、仙、はい、崎さんが全部音から何かを全てその場でやるっていうね、えあれどういうスキルみたいな、多分ああいう収録ってないんでしょうね、一般的にはないと思います、はい、多分こうやって音声撮って、で、はい、後で音声つけ て、そうそうそう、で編集したものを、まあ、スタジオにお送りするとか、ね、遠隔の場合でもかななんて思うんですけど、はい、その場で、ね、音楽、BGM、はい、マイクのオフオン、はい、全部やってカンパケみたいなカンパケですね、ほぼカンパケ状態で終わると、終わると、で30分きっちりかき終了っていう、はい、新しいスタイルですね。なるほど、あの大変プロデューサーが感謝されてます。いやあのスタイルはすごいと思います、あれは、はい、いやいやいや、やっぱりお見事って感じでした。ありがとうございます。私全然ああいう機材使えないので、はいはい、でもああいう風になんか私たちでこう番組を作っていく、まあ、これもそうなんですけど、はいはい、番組を作っていくと面白いですよね、やっぱり。そうですね、やっぱ発見が多いですよね、また新たないろんなことが分かったり、うん、確かにあれみたいなね。そう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 、そうなんですよね。千崎さん的にラジオをずっともう4年ほどされてる、はい、そうですね、はい、んですけど、どういう発見が今までありました？意外とだから普段あの仕事で喋ってることと違うこと言ってること多いですよね、うん、
お違うというのはスキル的な話は一緒なんですけども、はい、観点が違うというか観点が視点が違う話を結構してることが多くて、はい、意外とラジオでしか喋ってないことってあるなっていうのは感じてます。なんかそれちょっと気になる。そうなんですよ、まあ、例えば A というスキルがあったとして、うん、よく僕例え話好きなんで、うん、例えばとかね、うん、大事大事例え話結構違うんですよねラジオ向けになんか瞬間的にネタが違ったり、まあ、本質的には同じなんですけども、はい、その時だけのネタがあったりするね、あれと思って急にパッて降ってくる降ってきてプッとあれと思ってなんだこれすごい普段やるよみたいな。いや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 多分なんか普段って営業研修とかコンサルティングされてて、はい、経営コンサルティングとかいろいろされてて、はい、そちらにあった事例をいろいろと思い浮かべられると思うんですよ。確かにそうですね。でもラジオって広く一般の方が聞いてくださっていて、はい、でそういう方っていきなり経営の話してもよくわからないじゃないですか。それをもう少し噛み砕いて、うん、一般的にこうイメージしやすいものに自動的に変換されてるってことなんですかね、はいはい、多分聞いてる層が違いますからね全く、うん、当然研修とは確かに不特定多数の人に向けて喋ってますからね、うん、何か意識してる可能性はありますよね。そうですよね、無意識で。確かに、まあ、私もこれもそうですし、もう一つ そのヒューマンスタイルラジオもそうなんですけど、はいはい、やっぱりいろんな人が聞いてくださってるっていう前提で、うん、なんか 反応したりとか、あと内容ももう少し簡易的にしてみたりとか、はい、そういうアレンジは確かにしてるかなと思いますね。うん、まあ、このラジオはねコンビニラジオなので、はい、本来はコンビニに関する話をする番組でもあるんですよ、はいはいはい、まあ、絶対そうってわけじゃなくて、まあ、この意図としては聞いてくださっている方、まあ、特にコンビニ業界に関わる方の視野を広げる、はい、そうですよね、お手伝いがしたいなと思っていて、はい、全く違う分野の話も積極的に取り入れるっていうことを大切にしております。はい、はい、せっかくなので、はい、まあ、そういう方が聞いてくださっているであろう前提の話で、まあ、今日はヒューマンスタイルラジオでもよく取り上げているコミュニケーションの話、ちょっとしてみませんか。出ましたね、はい、なんか違うラジオの番組でも同じくそう、実はねこの収録をしていた、当日の朝ですね、はい、はい、実は仙台で収録をちょうど終えたばかりなんですけど、はい、まあ、こちらでもコミュニケーションの延長線上みたいな、まあ、ギノワンではね初めまして、ね、初めまして初めてかもしれないので、でね、はい、ちょっと話をしていきたいなと思います。はい、いいと思います。はい、ありがとうございます。はい、まあ、こちらはねちょっと時間も長いですし、そうですね、はい、好き勝手にお話できる部分もありますから、はい、でまあ、さっきもねちょっと営業の話、まあ、売り込む人の心理とかねっていう話もねしてたんですけど、はいはい、まあ、その営業にしても例えば職場で働くっていうことにしてもコミュニケーションって必須だと思うんですけど、千崎さんが一番大切にされているコミュニケーションのスキルでもいいですし、はい、マインドでもいいんですけど、はい、何でしょうか。一個ずつ挙げるとしたら、マインドとしては極力は相手が聞きたい話をすること、お自分の何か言いたいことを言うんではなくて相手の聞きたい話をすることが一つ、うんうん、スキルで言うとなんか今日さっき喋った記憶もあるんですけど反応、反応リアクションにすごく、うん、重きが置いてます。おお、素晴らしい。じゃあせっかくなんでちょっとそこを深掘りしていいですか。はい、ですよ。はい、ありがとうございます。じゃあまずマインドについて、はい、相手が聞きたい話をするって、はい、私もすごく共感できる、はいはい、ところなんですけど、相手が聞きたい話をするためのマインドセット、はい、おこれはマインドの話なのでなるほどマインドセットからちょっと話していきたいと思います。はいはい、どうなんですかね、なんかどうふうな心構えでいればそのスタンスでコミュニケーションが取れるんだろうかっていう、これですね、はい、時々お話するんですけども、はい、心のスポットライトという話をするんですね。心のスポットライト、またかっこいいこと、はい、スポットライトってこういわゆる一箇所照らすわけですね、はい、ピンポイント で、うんうん、であれがどっちを向いてるのかってことね。あ、どっちっていうのは自分か相手かっていう、うんうん、自分向いてる人はやっぱり自分が何を話すかでずっと一生懸命ですよね。確かにこれ話そうこれ話そう次にこれ言おうって方が多いんですけども、うん、相手を向けてあげると、うん、この人のここに興味があるなとか、なんでこういう考えなんだろうとか、うんうん、このアイデアなんだろう面白いなとかですね、うん、そういういろんな興味が湧いてくるんですよね。なるほど、はいはい、
多分ここはマインドの根幹かなと。そうですよね、はい、私もよく人に伝えるときには相手に興味を持とうみたいな話をするんですけど、そうですよね、はい、スポットライトっていう例えは面白いですね。なるほど、ありがとうございます。分かりやすい、はいはい、要は自分に光が当たってると、はい、当然自分本位のスタンスになっちゃいますよね、はい、例えば自分が自分が私がとかってい う結構アイトークになりがちだけれども、あなたはっていう相手に対してマインドを向けたいときはそのスポットライトを自分から相手に照らしてあげるというか、そのイメージを持つってことですね。深い深いですのっけから深いのきた、いきなりなんか冒頭からね、はい、なんか深いなと思ってまあでもそうですよね、話す人と聞く人っていうのが、まあ、いつもこう入れ替わってコミュニケーションって成立して、はい、まあ、少なくとも2人以上いないとコミュニケーションって成り立たないと思うんですけど、その相手に対して相手が喜ぶとか、うん、相手が何でしょうね、こう勉強になるなとか、こういうの聞いてみたいなっていう、はい、うん、心構えで、まあ、話をしてお互いにすることができれば、はいはい、めちゃくちゃいいですね、有意義な時間になりそう、うん、なるほど、いやこれは本当大事ですね。そうですよね、心のスポットライトを相手に当てると、はいはい、いうのがマインドセットでございます。そうですね、なんかこれについてはまだなんか補足とかなんかありますか。そうですね、やっぱりその、うん、あのよく僕カラオケの補足って言ってるんですけども、ほう、カラオケ、皆さん多分カラオケ行き方多いと思うんですよ、はい、まあ、こういうご時世だからね、なかなか行けないと思うんですけども、うん、そう、はい、必ずみんな誰かがまず歌うかでまず始まる、駆け引き始まる、確かに確かに、しょっぱな誰が歌うどうするどうするみたいな、これちょっと18番じゃないけどなんかいろんなエクスキューズが入ってる、確かに歌が入って、あ、私もよくやっちゃう、そのエクスキューズとやら、でも1曲目入ったはいいんですけども、はい、その次にみんな当然1曲目入ると歌が始まって歌い出すんですけども、うん、次のコードがみんな電目、今電目ってね、うんうん、電動リモコン、うんうん、iPad のバカでかいやつみたいな、うん、あれでやるんですけど、あれにみんな次何歌うか必死なんですよね。あ、そうですね、聞いてないですよね実際、うんうん、僕は聞いてほしいですけども、うん、僕は聞いて盛り上げるタイプですけども間違いない、はい、一般的な方は残念ながらね、こうやって、あ、俺次ユーミン歌おうかなとかね、あ、そうですね、それは次の次何歌うかって、うん、結局誰かは5分の1から5分の2は参加してない感じ、うん、ほとんど、うんうん、下手すると歌ってくだけ歌ってて4人で次何してない、うん、切ない、それあれ結構寂しいんですよ、見てて、ね、一緒に行ってる感じがしないですよね。そうです、じゃあ一人でやったらいいんじゃないですか、カラオケだったら。確かに自分もやったことある、でもそれ多分これに近い感覚があって、はい、そう、うん、次何を喋るか、うん、ってことでいっぱいで、相手がいろいろ喋ってくれてるのにキャッチしないですよね、うん、例えばスポーツが好きですと、うん、特に野球が好きですって言ってるのにかかわらず、うん、俺はサッカー、俺はサッカーどうしようとか、出だす話しようかとか仙台っぽいとかね、なんか全然関係ない、はい、沖縄だったら琉球 FC ですよね、はい、サッカーチーム、はい、そうですね、そうそうそう、そう、琉球 FC、うん、俺この選手好きなんだとか、うん、次何言おうとかね、背番号しようかとか言って、うんうんうん、向こうは実は全然違う話してる可能性もあるんですけども、はい、そこに全く注目しないというか、ね、うん、拾ってくれない人、うん、時々いらっしゃいますよね、はい、そう、うん、多分これカラオケと同じです、自分が何を言うかで必死で、うん、相手が何を言ったかとか、うん、何を歌ったかはあまり聞いてないというか、うん、下手すると聞く気もないから聞こえてこない、そうですね、うんうん、そう、気になるんですよね、あれ、確かに、あとはあれはちょっと逆の視点で考えると、じゃあ例えばカラオケ行きました、はい、でちょっとこう周りを見渡して、はい、この人たちが知っている曲を歌おうみたいなのは、これは例えば心のスポットライトなんですね。そうですよね、やっぱり、うんうんうん、年齢層とかね、はい、そうそう、だいぶ歌はあのギャップが生じやすいジャンルなんで、そうそうそう、昭和の歌からね、そう、最近の歌のね、そうそうまあいろいろあるんで歌ね、はい、指向性強いですね、そうですね、いろんなアーティストの方、歌手の方いらっしゃいますから、そうそうそう、なんか例えば私だったらもうアイドル好きだから、はい、アイドルの曲を入れてくれたらめっちゃ嬉しいんですけど、はいはい、でもなんか全く違うジャンル、まあ、例えば演歌とかが入ってくると、はい、それはそれで面白いんだけど、うん、ちょっと乗れない、うんうん、なんか あはは次探そうかなみたいになっちゃう時もあるかなって思うと、うん、まあ、相手が好きな例えば曲も知ってるとかだったら、はい、なおさらいいですよね。そうですよね、うん、なるほどね、そういう考え方、分かりやすい、そうですよね、はい、
なるほど。それがマインドセット、心のスポットライトを相手に向ける意識、ね、はい、まあ、つまり相手に興味を持って話を聞く、あるいは引き出すというところですね、はい、でもう一つのスキルのところがリアクションということだったんですけど、はい、リアクション大事ですよね。大事ですね、おそらく一番大事じゃないですかね。あ、一番大事だなって先崎さん、そう、はい、別の、ね、番組でもおっしゃってましたけど、はいはい、確かにリアクションすると相手がいっぱい喋ってくれる、そうなんですよ、うん、気がするんですけど、はい、例えば先崎さん流リアクション術でいうと、来ましたね、はい、これどんなものがあるんでしょうか。これまあいろいろあるんですけども、はい、まあ、ベーシックなものでいくと、例えば相手が何かを話してますと、はい、つまり相手からすると自分の話聞いてほしいわけですよ、うん、はい、当然、はい、で聞いてほしい時に相手が もし無表情無反応だったらどうかということです。あ、これ相当苦痛ですよ、はい、あの仏像に向かって喋るよ、うん、そう、そうですね、そう、お寺の本堂でこんにちはお釈迦様とか言って喋るとは多分いないと思う。そういう人お坊さんでも多分ないと思うけども、はい、これ1時間やったら相当ですね。そうですね、かなりの達人だと思うんですけども、多分そんな人にあんまりいないと思うね。確かに一般の方は特にね、確かにないと思うんですけども、はい、つまりその無表情無反応は一番ダメなんですよね。うん、僕よく申し上げてますけど、心には扉がありますと。お、そう、その扉は重さとか枚数がみんな違うんですよっていう、うん、重さ枚数がみんな違う、そう、うん、開くスピードも違うし、うん、その枚数も違うと。一枚開けたと思ったらまだあったね。あるあるある、なんかお城のね、襖みたいな、うん、どこにいるのみたいな、バン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 みたいな、開けててもまだ扉みたいな、まだあんだみたいな、またドアかみたいなみたいなね、あれもありますし、はいはい、もう近づいただけで自動ドアみたいなことです。勝手に開く人もいるんですか。確かに確かに、そういう方もね、まあまあ周りにいらっしゃるんですね。うん、そうですね、それぞれ反応の仕方もそれぞれだし、違いますよね。そうそう、なんかどこに刺さるかっていうのも人それぞれだし、そうなんですよ。でもリアクションはやっぱ等しく大事だと。そうですね、これどんな、まあ、いろんなねタイプのいろんな分析診断のね、はい、ありますよね、いろんなパターンが、うんうんうん、あれは、まあ、あれでいいんですけども、それに関わらず、はい、うん、反応が薄いっていうのはやっぱきついですよね。きついですね、もうね、なんか反応が薄い人って実は自分の反応が薄いって思ってない人もいませんか。そうですね、下手すね、自分イケてんじゃん。そうそうそう、もうしてるつもりになってるとかありそうで、そう、でもよく言われるのが、はい、その反応にしても、まあ、プレゼンテーションを伝える側にしても、はいはい、自分がオーバーだなと思うぐらいがちょうどいいって、うん、そうですね、よく言われますよね、はい、だから反応が薄いなと思われがちな人っていうのは、うん、してるんだけどめちゃめちゃその反応がちっちゃいでしょうね、うん、声も含めて。そう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 、でやっぱりちょっとオーバーに表現する方がいいと、うん、そうですね、ちょうどいいかもしれない。そうですね、あんまり 150% ぐらいの力でもうフルオーバーにやっちゃうとそれはそれで相手も疲れると思うんですけど、そうですね、ちょっとうさんくさい感じに、そう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 なっちゃう、ね、ああそうですかとかだとさすがにやりすぎかなと思うんですけど、ちょっとやりすぎですね、はい、でもここでじゃあ皆さんがちょっとやってみたいなって思えるスキルを、なるほど、一つ二つが何かを伝授していただくことは可能ですか。はい、全然可能だと思います。太っ腹、ありがとうございます。せっかくですからね、本当はねこれ有料で聞く話だと思うんですけど、そうですね、もう、はい、聞き流しをされてもらえばというわけにはいかしくね、はいはい、もしよかったらね実践していただいた方が多分得になると思います。はい、ぜひぜひ、すぐ使える、すぐ使えるスキルですから、うんうん、例えば今言ったように、はい、無表情無反応が一番ダメなわけですから、うん、無表情無反応の逆は何かと言ったら、もう反応したあげることですよね、はい、表情豊かに、うん、例えば一番いい表情ってじゃあ何かって言われたら当然笑顔はいいわけです、これ、うんですね、じゃあ笑顔を具体的に言ったら何かと言ったら口の端、うんうん、唇の端と端、口角って言いますけども、はい、口角を上げることですよね。口角を上げること、はい、であのたまに勘違いされてる方いらっしゃるんですけども、うん、歯は出した方がいいですよ絶対、うんうんうん、歯を出してガハハッ、これなんかたまにね女性が歯を出して笑うと下品だとか言う人もいます。いやその下品とかいう以前の話そんな人まだいるの。あ、そういうこと言っちゃいけない。そう、なんかこう手でこう隠してねこれね、あーおほほおほほみたいな、です、ね、いやあれかえってあの感じ悪いですよやられるとちょっと冷たい感じがするかもしれない。なんか遠い世界の人なんか、はい、クゲさんかみたいな。そう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 、クゲとかね、昔のね貴族の方なんか、貴族貴族、今そういう世界じゃないんで、うん、今人類南平等の世界から、うんうん、はい、ないと思うんですけども、もう歯を出してニカッと笑うこと、ニカ、
そう、これよくじゃあどうやるんだって話なんですけども、一個スキルをちょっとお伝えすると、はい、割り箸をですね、割り箸、持ったイメージでこう2本指ね、これ人差し指の中に持って、はい、口に当てると勝手に口角が上がります。これ、こんな感じですね。見えますかね。当てるだけでいいんですか。そうするとほら口角が上がると、うん、目尻がコンマ2ミリ下がるんですよ。すごい。今マスクしてますよね、大体一般的には、うん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 、マスクしてても笑顔って分かるんですよ。あ、それは目尻で分かるんですよ。なるほど。そう、うん、僕いつもマスクしてますけども、うんうん、口角を目いっぱい上げて、うん、結局相手に私はあなたの話を好意を持って聞いてますよってメッセージは伝えしてます。確かに仙崎さんとお話ししてると目で笑ってるのすっごい分かります、はい、よく昔からの言葉あるじゃないか、はい、目は口ほどになんとかって。ああ確かに、それぐらい目、そうって、もちろん口大事なんですけども、うん、今口が封じられてるね。そうですね、見えないですからね。はい、だったらここで勝負ですよ、うん、目で勝負したいですよ。目で勝負、はい、そっか、歯を見せて笑うと目も自然にもしかしたら、はい、そうです、下がりますから。うん、これはなるほどね。これはちなみに JAL の、はい、CA の方がやってる練習です。実際研修で、うんうんうん、皆さんこうやってお互い顔を見て、うん、あえて口を隠して笑ってますかっていうやつ、うん、そうそうそうね、今ね映像じゃないから分かんないかもしれないですけど、一瞬やってみたっていう、はい、これやるとクレームが7割減るって言われてます。7割もこれだけで、ね、すごっ。例えばよく登場するときには雑誌を渡すとかね、うんうん、ブランケットを渡すとか、うん、ああいうときにどうぞって言った時にニコって笑うと全然違うんですよ、クレームが。確かに、そうです、ね、あ、それブスッと「あい」とか「あい」アイブラケットとか言うともね、それは怖い。そう、まあ、そんな人いませんけど普通、はい、とは言ってもたまになんか多分クールビューティーかなんか知らないですけども、うんうん、クールにやられてるんですよ、ね、どうぞって言いながらなんかあんまり笑うと、なんだろうな、どうぞみたいな、そうみたいな、なんか強い冬のエネルギーを感じる。あ、冬のエネルギー、ね、まあ、ちょっと気になるワードが出てきちゃいましたけど、いますよね、なんかそれと思ったらこうね、あったかい感じね、どうぞって、ね、あ、それいいですね、お伝えくださいって言うとなんか、ああ、でなんか使っちゃうかなって意味なく確かに確かに、雑誌読んじゃうなみたいな確かに確かに、なるほどね、はい、表情は目尻、そうですね、うん、目で笑うっていうこと、そうです、そうですね、はい、これはマスクしても全然 OK ですね、うん、でその秘訣は、割り箸を口に加えるイメージで口角を上げると、上げると、うん、目尻が下がると自動的に、よく言われてますけど笑う筋肉って8か所がないらしいですね。あ、そうなんですね、はい、怒る筋肉はなんか32か所ないらしいですけど、そう、うん、よく怒ると目がつり上がるってね。あ、そう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 、ね、それはある、すごくある、この口のね、このいろんな口角の周りのなんとか筋とかね、うん、いっぱい使うそうですよ、怒ると。へえ、なんかある意味筋肉トレーニングはなりにはなりそうだけど、思うんですけども、なんかあんまり苦しくはない、あんまり怒ってると、まあ、結構いろんな理屈があるんですけども、うん、結局シワが増えるそうですよ。怖そうだ、もしかするとシワが多い方は怒ってる方かもしれないですね、はい、あ、じゃあ例えば実年齢よりちょっと上に見えるような方っていうのは、はい、うね、もしかしたら怒っちゃってる、ちょっと怒りが多いかもしれないですね、うん、なるほどな、全部が全部そうとはね、もちろん言えませんけど、まあ、そうですよね、そういう可能性はあるということですね、うん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 、重要ですね、それは。よくなんかね、皆さん笑いじわってよく言うじゃないですか、はい、何が悪いのかなと思ってね、うん、ね、安さんもそうですけども、エクボにね、笑いじわがあるんですよ。なんか私昔エクボなかったのに、最近エクボできるようになっちゃって、最高ですよエクボって。エクボは恋の落としなんですよそうなんですか、どうしようそうなんだ、そうですよ、なんか女性に関してはやっぱエクボはある方って魅力的に見えますよね。そうなんですね、そう、美人とかそういう端ではなくて、うん、魅力的かどうかで、ね、非常に、まあ、確かに魅力的な人、そうですね、うん、すごく相手に与える印象っていうとちょっと変な言い方ですけど、受け取る印象もねいいですからね、そうです、そうです、うんうん、大事かなと思うのは一つと、はい、でかつその笑顔があった上で、うんうん、まず最低限やってほしいこと、うん、つまり相手に伝わる方法で、うん、あなたの話はちゃんと聞こえてますよっていうのを示すためにはどうしたらいいかというと、うんうんうん、まずは首を縦に振って大きくうなずくと、おうなずき、うん、うんって、なるほどなるほどと、うん、そうですかと、うん、特に今ズーム時代ですから、はい、でズームだけはオンラインソフトではあれじゃないですけど、まあ、そうですね、しっかりだからズームがなんかまるでオンラインソフトの定番のように、ね、なっちゃってる、うん、今日この頃ですけども、確かにいくつかありますから ねバンドエイド的な感じで商品名がそのままあ、そう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 、オンライン
インっていうのをね、ズームでやりましょうっていう。でもそうするとまあズームで話すんだって私とかはなっちゃうんですけど、うん、そうじゃない方もいるですね、うん、マイクロソフトチームの方もいるし、確かに確かにたまにいたりする Google Meet の人もいますね、たまにいろんな人がいらっしゃいますね、ハンガードの人もいるし、うん、Apple で言えば FaceTime の方も、あ、そう FaceTime もそうですね、はい、うんうん、なるほどなるほど、うなずく、はい、うん、確かにオンラインツールとかだと下手に声で相槌を打とうとすると声がかぶってしまって、はい、ちょっとうざいんですよね、そうそうそう、あまり会話が成立しなくなることがあるので、はい、オンライン時代のそのオンラインでミーティングする時のリアクションは首を縦に振るとか、はい、そのいわゆるうなずくっていうことをメインにやった方がいいって、そうですね、いうのをですね、はい、雑誌でも見たことある、やはり、うん、そうで、はいとか、ああなるほどみたいなのは、まあ、ある程度最低限に留めておけば、ね、オンライン通話に関してはいいと、うん、でも対面に関してはちょっと違いますよね、そうですよ ね, ね、やっぱり、うん、なるほど、じゃあうなずくっていうことはこれもちょっと例えばピコって、はい、ピコってやるだけじゃわからないの で, そうです、ね、やっぱりしっかりとうなずくってことが大事かと思うんですけど、はい、なんかこれ秘策があったような気がするんですけど、秘策これありますね、いいいわゆる頭の、ね、額があると思うんですけども、はい、額にこのおでこ、いわゆるの内出の小槌ってあるんですよ神社に、お金が出てくるやつ、振るとシャカシャカお金出てくるやつ、はい、あのイメージですね、もう自分の頭を振れば振るほどお金が出るというというイメージ、いいですね、で振ると、はい、なんかだいぶね皆さん振ってくるんですねみんなお金欲しいから、はい、お金はこれは正義ですからねチャリンチャリンチャリンってチャリンチャリンって、はい、面白い、バンバン儲かっちゃう、でも本当に反応がいい人はね、人気があるから、人気があるところは人望があるように見えるんですね、そっか、はい、ってことは例えば自分で営業やってる人とか、はい、自分で事業やってる人は、はい、それがきっかけで売り上げにつながるかもしれないと、そうですね、お本当の内出の口実、まあ、せっかくだからコンビニの話もしますけども、はい、店員さんなんかもね、これね、例えば公共料金の話は僕行くわけですよ、コンビニ、うんうんうん、やっぱ反応いい人ってのは、もちろん声もそうなんですけども、やっぱこう大きくうなずく人いますよね、はい、時々やっぱり感じいいですよね、うん、なんかこの子で払おうかなんて、あ確かに同じ1万円払うんだからこの子から払いたいなみたいな、それね結構やっぱりあるんですよね、ですよね、多分なんかデータがあるような気がするんですけども、そうそうそう、なんかあのお店とかで並ぶ列っていうのがあって、はい、ありますね今で、そうそうそう、それが例えばなんか一箇所にこう何ていうんですか、入り口ってわけじゃないですけど、はいはい、まあ、レジはこちらから並んでくださいっていう場所があって、みんながそれにずらーっとこう並ぶ場合はちょっと分かりにくいんですけど、はい、あの各レジに並ぶ列を作ってるお店もあるんですよ、はいはいはい、ありますね、ありますね、そういう場合だとやっぱり人気のあるスタッフさんのところにバーって並ぶってまあそうですよね、はい、スーパーなんかもそうですよね、全くその通りです、そう、各こうレジにそのラインができてて、うん、でやっぱり人気の人っていうのはすごいみんなが並ぶ、ちょっと時間かかってでもいいからって、やっぱりあのそれって美人とかじゃなくて反応がいい子だと思うんですよね、うん、元気のいい挨拶とか、うん、例えば、うん、やっぱりお疲れ様ですかね、そうですね、こちらでおしゃれですねとかね、うんうん、元気でいいですかとかね、うん、笑顔で言うと、あ、なんか気持ちなんかいいなみたいな、確かにこれがブスッとね、はい、ピッピッって元気、はい、やられそうそこまで何なのかなと思って、そこまではねちょっとあれかもしれないけど、でも例えばカゴを持ったお客さんが来て、はい、でお買い物がまあまあ点数が多いと、でそれを無言で受け取る人いますよね、いますね、店員さんで、あれはねやっぱりお預かりしますってさっき本当自然におっしゃってたんですけど、はいはい、めちゃめちゃそれ大事なのと思うんですよ、そうですよね、うん、それもある意味反応だったかなとは思うんですけど、はい、そう、なんかその時になんかちょっとこうお辞儀しつつというか、うん、そうですよね、はい、うなずく程度になるんですけど、あ、お預かりいたしますって、はい、やってお預かりできれば、その後はねお客様がお金払って持ち帰りになるわけなので、そうですよね、うん、とても重要かななんて思ったりしますね。一個だけあの印象に残ったエピソードがあるんですけども、はい、今ね安さんおっしゃったように、うん、僕もたまにいっぱい買うんですよ、うん、気に入ったなんか近所にあってうわーって顔にバーって買って、あ、結構買い物買いすぎたみたいな買う時に、はい、一言女性の店員さんがいらっしゃったんですけども、うん、本当にたくさんのお客さんありがとうございますって言われて嬉しかったな、あーって見てるなって、ね、すごい、当然袋も聞かないじゃん、持ってないの見てるから、はい、もう袋にお入れしますねって、うん、完全にもうそれでいいわけですよ全然、うんうん、どう見ても持ってないですよ、うんうん、あからさまに、うん、袋持ってません、いっぱい買ってます、うん、じゃあ袋いりますかって質問がまず野暮ですよね、確かにそもそも、うんうん、いくら有料だからだと思う、うん、そこでね大きい袋いりますねって言われたらもう
100% 入ってくる。僕はあ、ぜひぜひぜひって。確かに確かに。そう。ありがたいですよね。そういう本当細かいポイント、ちっちゃいところの気配りがあるとすごく嬉しいですよね。あ、それ大事で、うん、はい。なんかそのマニュアルのように、はい、袋は有料になりますがお付けしますかとかお入れしますかっていうのあるじゃないですか。あれじゃなくて、はい、もうそう今みたいな明らかな場合はお入れしますねって言って、いらなかったらあいらないですってなるんだけど、はい、基本はいでお客様の反応はシンプルに終わりますもんね。ですよね。一時それ、うん、ね、必要ですかって聞くんですけど、いや、入れに決まったんだね。うん、しかもなんかその必要ですかっていうちょっと怖いっていう、なんでそんなここで払って買うものいいですみたいな。そうそうそう、今ただではないんだよみたいな。そうですよね。うん、それすごい大事だな。そうですよね。はい、よくあのね、仙台のあの漫才コンビで、うん、サンドイッチマンという大好きなコンビが超有名いますけども、はい、彼らがそれを逆手にとってよくネタ、ね、ネタにしましたよね、うんうん、そう、ハンバーガー1000個持ち帰りされて、 あるある、うん、持ち帰るかやったら仕切れかったよ。ハンバーガー1000個ってバカじゃんやって面白い、まあ、あのネタ僕大好きなんです。あのくだりがいい、ね、ハンバーガー1000個、そう、あれはあの本当はね、伊達さんがハンバーガーセットって言ったのに富澤がボケて、なるほどな、 そっか、そう、ハンバーガーセットって言ったらハンバーガー1000個ですかね。お持ち帰りでってボケるんだよ。アホかお前。ハンバーガー1000個誰くんだって業者かって。確かに本当ですね。お時間4時間少々いただきます。なんでだって、いや、ハンバーガー1000個はない。4時間とかひたすらハンバーガーセットはハンバーガー1000個にボケて、お時間4時間少々いただきます。それは面白い。あのボケはもう、あ、これ天才だなと思ってね。うん、面白いなと。面白いですよね。2回ボケてる同じフレーズで、全くの余談ですけどね。うん、そういう空気をね、よく感じですよね。明るい空気、明るい雰囲気を醸し出す、はい、いいですよね。ってことですね。はい、はい、他に例えばこう声に出す反応っていうのもあれば、なんか一つでもいいので、そうですね、ちょっと教えていただくことは可能でしょうか。はい、全然 OK でございます。いやさ、太っ腹です。はい、ね、あの1対1なんかでは多分使えると思いますけど、うん、オンラインでやってもね、はい、もちろ なんかリアルなタイミングだったら絶対使えるんですけども、はい、やっぱりあの反応、もちろん今言ったように、うん、頭振るのももちろん大事なんですけども、うん、それだけだと相手飽きちゃうから、うん、こいつずっとしてるのか本当に聞いてないからね、ワンパターンだなと思われて嫌なん で、 そうです、ね、ちょっと変化欲しいんですよ。変化欲しい、ね、ちょっと違う技が欲しいという時にぜひ使っていただきたいんですけども、これ、はい、僕もそうですけども、いろんなこの大御所 MC と言われる方だった、お、大御所 MC、さんまさんとかタモリさんとか、はい、女性だったら黒柳徹子さんとか、うんうん、ああいった方、ね、もう超人気長寿番組お持ちの方が、うん、ほぼほぼ絶対やってるであろうという、うん、声の出し方があるんですけども、お、何か相手喋った時にちょっと驚いた、うん、あ、なるほど、これはすごいと思った瞬間に出る言葉が、うん、はぁーとはぁーですか。これ短いとね、はい、あれがちょっと反応薄いと思われちゃうのと、下がっちゃうとため息なんだ、はぁーと、あー、はあ、そう、これただのため息ですから、ちょっと怖いですね、ええ、目の前でため息になっちゃうと、せっかくね、いや、この間実はくじ当たったんですよ、うん、はあ、興味ないのかなってなっちゃいますよね。なんだよと、いい話してるのに自分が、うんうんうん、なんかこういうと反応薄いなみたいな思われちゃう、うん、逆効果なんで、うん、そう、もしね、相手がね、私当たったら、はあ、はあ、当たったんですかと、はあ、そう、当たったんですか、素晴らしいじゃなくて、って今日ごっそりですかみたいな。確かにぐらい言ってもバチは当たらないけど、うん、はあ、はあ、ですね、あ、もうね、完璧な反応ですね。ありがとうございます。さっきね、冒頭で扉がある、ね、心に扉があるってお話したんですけども、これ言われた瞬間に扉開きます。お、大変なことこれでも開きますもん、はあ、そうだそうだ、もうまさに今の使い方がね、100点満点の使い方ですよね。こう使えと、はい、お手本のような使い方ですよね。ありがとうございます。扉開いたら当然相手は話聞いてくれるんです。そうですね、はいはい、あなたの話聞いてもいいよってなんです、ね、うん、こんにちは、いいねって、こんにちはってなんですけど、はい、うん、本当素晴らしいですよね、これ、うん、ものすごいバンド、僕これ多分一番初めに気づいたのは多分桂文枝師匠の新婚さんにいらっしゃいって番組、おお、やったら言ってます、文枝師匠はもうめちゃくちゃ人気番組、超長寿人気番組、多分30年以上やってるであろう、うん、ずっと MC は桂、当時三枝師匠、今は文枝師匠、ね、うん、そうか、名前変わってるんだって、落語っていうかね、あの世界ですから、はい、名前を付くという、そうですね、襲名されて、ね、よくある話ですけども、はい、何かあると必ず、ね、文枝さんがね、うん、あの
振動か質問して、うんうん、なんか言ってくると、はあそうだったのって、うん、はあほんまかいなとか、言ってる言ってる、そう、うんうんうん、よく言ってますよね。だから、はい、やっぱそれ長続くする理由ってそこなんだろうなって、うんうん、反応がいいからつい喋っちゃう次、あそれは確かにあるな、はい、なんかそうやってなんか全身で反応してくれてる感じがしますよね。はい、はい、うんまあ、ちょっとでもなんか私にはできないかもみたいな人も特に女性に多いですよね。ヤスさんあの例外ですけど女性なんですけど全く例外で素直にやっていただけるから大変嬉しくてつい喋っちゃうのですよ。リアクション王ということで、はい、かつてあのよく病院の看護師さんとかでねこう研修やって、うん、はーとか言えって言うんですけど、うん、若い人が顔わからないから恥ずかしいですといや そんなに恥ずかしいから別に放送基準を得たわけでも、はい、何か締まりたいったわけでもないですけど、別に普通の言葉ですよって。普段多分反応したことがないやり方だから。そうなんですよ。僕はなんか患者さんに対して反応しなさいと。例えばあの、うん、入院した時に一番不安なんですよ。うん、ね、パジャマに着替えて、うん、ベッドにちょこんと座って、うん、ああこれから何が起きるんだと。確かに。憂鬱だと検査か、うん、ああと言って、うん、自分は何日入院するぞという時に笑顔と反応があったらちょっと楽になった気分が。はい。その初っ端のね。うんファーストセッションがいきなり無表情だと、うん、入院患者の気持ちはどうですかっていう、なんか終わっちゃうぞと思っちゃう、なんか自分表としてすごい思いぶきなんで、そう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 、何聞いてもなんか無視されてる、そう自分はいつ頃大変ですか怖い怖い怖い、ずっとこうカルテか見されて顔見ないで怖い怖い、なんか早くね、うん、熱は6度4分はいみたいな、うん、血圧は120はいはいみたいな、うん、事務的にやられた時 あの僕も経験あるから、あそうですか、心が閉じますね。はあ、そうですか。うわ、早く退院してって、つか今すぐ帰りてね。それは嫌だな、ね。実体験だったんだ今の話。そこではあと言われたらなんか、うん、そう今回こういった病気で入院されてるんですかとか、うん、そうねまだまだなんですよったら、はあとか言ったら、なんか聞いてくれてるのとか。まあ確かに確かに。一生懸命聞いてくれていいなって、うん、あなんか一緒に治してくれるのかなみたいな、うん、錯覚を起こす可能性があるわけですこれは。うん。うん一緒にね直していきましょうっていうのが見えたらそれはそれで安心ですからね。やっぱり病気って根本は多分気持ちの問題だと思ってるんで、うんうん、確かに精神が病んではね、うん、治るもん治んないですね。そうですね。うんなるほど、はあですか。まさにコンビニの店員さんがねこれ、うん、そうこんなに公共料金おしゃれ入れてはるとはあ電気ガス水道と携帯はあこんなにいっぱいだってなかなかいないですね。だからね、価値がまでね。もしそんな店員さんがいたら、多分そこにあのなんか払いますよ。お金は。そっか。逆ですよ。もう、うんうんうん。これ全員やったら多分それが普通になっちゃうね。そうですね。みんなでハーッとするね。ね、どこでもいいやね。うんうん、普段そういうね一般的な方はやらない反応するから価値がなんですよね。そうかも。そうかも。価値というものはやらないことをやるそうな価値がな。うん、みんながやってることをやらないのはただ非常識って確かに確かにそれはなっちゃうんなるほど、はあですね、ですね、はい、だいぶマスターしてきた気がする。もうこのラジオの時間で終わるんじゃないかマスターしました。完璧ですね。ありがとうございます。ちなみにはあだとちょっと抵抗があるかもみたいな人がもしいたとしたら、はい、なんか違うですか。なるほど、うん、うんまあ、これは2つあって解釈をまた変える方法が一つですよね。基本的にあのこの「はあ」を言う理由は自分が恥ずかしいという話じゃなくて相手のためにやったんですよね。相手のためにこれしてあげるというんですけど、相手がね話を聞いてくれている、一生懸命聞いてくれてるってことを伝えてがためにやってるわけなんで、自分が恥ずかしいってあったらそれはまたさっきも言った二の次ですね。それはスポットライトは自分向いてるんですよ。確かにこんなこと言ってる自分恥ずかしいって誰も言ったことないのに一人で「はあ」とか言ってるって。そうですね。何これみたいな自分、うん、何の罰ゲームみたいな、うんうんうん、いや罰ゲームでも何でもないですよ、うんうん、なるほどね。相手のためにやると思えばできるだろう、はい、みたいな。そうですよ。コミュニケーションは言葉のギフトですからね、はい、あ素敵な言葉が出ました、はいはい、コミュニケーション言葉のギフトいただきましたってねいただきましたドン、ねえこれはい、素晴らしい。そう、うん、プレゼントってねよく話もある、うん、僕はなんかギフトって言ってる贈り物ですよね、うん、まあそうですよね、はい、なんかいい話聞いたなと思う時とか、あこれ自分もやってみようかなと思う時ってやっぱりギフトをいただいてるんですよね、うん、そうなんですよ。その方の例えば今だったら仙崎さんのお話っていうのは、はい、仙崎さんのこれまでの経験
そうですね、に基づいた大切なギフトを私たちはいただいているっていうことになるわけだから、そうです、ね、これはもう受け取る側は感謝して受け取る、ははは、ありがたき幸せ、症状のような感じでね、そうそうそう、受け取る、もう両手で受け取る感じでありがとうございますと。ちなみに受け取るって言葉でちょっと一つ思い出したんですけども、はい、よく本とかでコミュニケーションと言葉のキャッチボールだって言うんですけど、ね、はい、あんまり話が好きじゃないですよね、うん、確かにそういう一面はありますし否定はしませんよ、うん、キャッチボールって要は相手が受け取りするところに投げるということですよね、うんうん、だと思うんですけども、はい、キャッチボールで言えば言葉のギフトが好きなんですよね、お、キャッチボールがあんまりうんってこう違和感あるなって思われるのは何か、言葉を投げてるんですよね、あ、なるほどね、キャッチボールとか、あ、そうかそうか、ありがとう、どうも、いいんですけど、それはそれで確かに、ないよりは全然マシですけど、うん、投げるってどうなんですかね、人によってはドッジボールになってるかもしれないですよね、そうなんですよ、ドッジボールぶつけてるんですね、わざわざ相手を倒しに行く、そう、ドッジボールと言いますからね、ドンパーみたいな、そう、ちょっとお前これやってみろって、取れるものを取ってみろみたいな、そうなっちゃうとね、ちょっと受け取る側はすごく負荷がかかっちゃいますよね、そうなんですよ、全然成立しないですよね、うん、会話が、うんうんうん、でもギフトだったら例えばすごいこう近距離とかで両手でこうね、うん、差し出せる、そうそう、どうぞお受け取りくださいっていう、あ、素敵だな、それ同じ多分ありがとうでもね、これ、うん、ありがとうって言われたらすごくなんか感じがいい、うんうん、ありがとう、いいいこれに来たからって言っててててってなるお前もな、バシあ、そうですよね、全力で投げられたらこっちも全力で返しちゃいますよね、そうなんですよ、うん、何よみたいな、そう、なんだ喧嘩してしまいに、それはそういう風に考えるとギフトっていう方が素敵だな、そうなんですよ、うん、悪くはないですけど、思う、そう、うん、多分アハハウフフのキャッチボールなんでしょうけど ね、 そういうつけてる人もね、カップルがやるのがあれはあれでいいんですけど全然、うん、慣れたと思いますけどね、そうですね、うん、なるほどね、あ、いいですね、なんかすごく優しい言葉が、ね、はい、やっぱりいい言葉を使いたいものですね、ですね、なるほど、リアクション、いや本当にこの今40分ぐらいなんですけど、早いですね、あっという間に40分経っちゃいましたけど、うわ、そんな過ぎちゃった、そうなんですよ、もうなんかめちゃくちゃ学びが深かったです、ありがとうございます、はい、なので、まあ、今日ねこれ聞いてくださっている皆様で、はい、一つでも真似したいなと思うものがあったら、はい、ぜひもう今から真似していただきたい、う、ね、もう今からね使ってほしいと、そう思います、はい、でもしそれをやってみて相手からの反応でなんかすごくいい経験があったよとか、はいはい、あるいはまあ逆もそうですよね、やってみたけどちょっとなんか自分の思ったような反応ではなかったなっていう場合とかは、ね、もしかしたらお手伝いできることもあるかもしれないので、ね、そうそう、ぜひお寄せいただけたらなと思います、はいはい、FM ギノワンのメールアドレスは、はい、797@fmginowan.com でございますので、どっかで来てもらってどっか某番組と近い797ってはもろかぶりですけどね、はい、79.7 はね他の局もね使ってる周波数なんですよね、他局の自分の番組じゃそうそうそう、これ FM ギノワンも 79.7 なんですけど、まあ、797@fmginowan.com までですね、もしくはまあ私の歯出ましたね、なるほどなツイッターもしくは私の会社のコンクリ株式会社のお問い合わせ欄から感想や報告などをいただければと思います、はい、ということで素晴らしい、まあ、またね具体的にもっと聞きたいよっていう方は、はい、有限会社ヒューマンスタイルまたもやるで検索していただくと、去年から散々言ってるフレーズです、最近ね例えば一番最初にゲストで出ていただいた時って、はいはい、結構仙台とかその宮城県、まあ、界隈、はい、ぐらいをベースにっていうような話だったと思うんですけど、そうですね、最近行動範囲めちゃくちゃ広がってませんか、ちょっと異常に広くなってますよね、ですよね、まあ、こういうことでねあんまりね、はい、こうガーガー言えませんけど、うんうんうん、そうそうそうなんですよ、でもこれってまあ行くっていう場合もあれば、はい、オンラインで対応される場合もありますよね、はい、だから沖縄の方でちょっと話聞いてみたいという方がいたら、これオンラインでも対応可能だったりします、もちろんオンライン対応可能でございます、これはということなので、はい、ぜひ今ね本当に場所問わなくなってきてますよ ね、 そうですね、はい、オンラインツールの本当素晴らしさを感じてるんですけど、本当本当です、うん、その辺をねオンラインでもいいからぜひ聞いてみたいっていう方は、そうですね、有限会社ヒューマンスタイル、はい、もしくは千崎正和さんのお名前で、はい、検索していただくともうね爪痕を残す
とんもね言わんばかりの検索結果が出てくるからあれね、まあ、どうなんだろう。千崎さんってお名前自体が珍しいので、はい、あの先後先の先の、先ですね。そうですね、長崎の先ですね、はい、そうですね、長崎の先ですね、はい、で千崎さんなんで、はい、もう多分パッと出てくると思うんですよ。そうなんですよね、はい、ですからもう本当お気軽にお問い合わせいただければと思います。はい、私も3月からなんと常務取締役としてね加わらせていただいてるの で、 そうです、ね、こうやって仙台今ね仙台で収録してるんですけど、はいはい、仙台にも来ることがやっぱ結構増えてきました。そうですよね、はい、ということでね、まあ、沖縄東京はね緊急事態宣言が今週からスタートしてますのでそうそうそう、あの沖縄延長ですから、はい、本当皆さん感染対策等々気をつけていただいて、ね、ぜひコミュニケーションを楽しんでいただければと思います。はい、はい、ということで本日のゲストも、はい、有限会社ヒューマンスタイル営業支援そして経営コンサルタントをされている千崎正和さんでした。はい、今週もありがとうございました。ありがとうございました。また出ていただきますので、はい、よろしくお願いします。また次回の好きだなんだ。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございます。はい、コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。交通量が多い、字幕付きの映像で目に留まる浦添市ぐすくま58号線沿いの大型ビジョンであなたのお店、イベントなどなど PR しませんか？お問い合わせは 045-670-7640 ぐすくまタウンビジョンまで。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。あなたの大切な方のお見送りを一緒にお手伝いさせていただけませんか？大切な人の最後だからしっかりやりたい、そんな願いを叶えます。電話番号は 892-8688、 安心事前のご相談は葬儀社進化へ。沖縄引っ越しセンター、 0120-49-7755 ムービング沖縄で検索。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォンケーキで優しく包む、聞く味噌加工を醤油めこぼう、味噌屋が作る味噌シフォンケーキ、八重瀬の夢こ。コンビニ社労士安さやかのウィークリーコンビニラジオ。はい、ということで千崎さんとの対談再びお聞きいただきました。先週もお聞きくださった方は、あ、またこの話かと思われたかもしれないんですけど、ちょっと今回はねオリンピックの関係ということもあって、まあ、情報はあまり大きく出さずにですね、みんなでオリンピックを応援できたらなと思ってですね、言い訳かなこれ、はい、再放送とさせていただいております。でまた来週ですね、8月に入ってきます。あ、まだあと1週ありますね。その次の、8月の第1週でまた生放送しようかなと思ってますので、あのぜひぜひ楽しみにしていていただきたいなって思います。まあ再放送するくらいだったら、もしかしたらツイキャスライブとかやった方がいいんじゃないかなとも思うんですけど、もうちょっとねこの番組も体系的に準備していきたいなという思いもあり、でまた最近いろんな動きをしているということもありまして、まあ、ぜひまたね、あの一人で話をするというよりは、まあ、2人以上で生放送などしていきたいなと思っていますので、ぜひゲストで出たいよという方はいつでもご連絡お待ちしております。ということでウィークリーコンビニラジオ102回目の放送もいよいよ終わりの時間が近づいてまいりました。本日もお聞きくださりありがとうございました。きっとね
オリンピックたくさん皆さん聞いていたり、あとはご覧になったりすると思うので、来週はね、またぜひ皆さんとたくさんの方とお会いできるといいなって思っております。パーソナリティは私、コンビニ社労士の安さやかでした。それではまた来週この時間にお会いしましょう。